最後のデート会はどんなに多忙だって遅れず来てよ。あとその指輪もせめて外してから来てよね。頭の中で見せた本音はキス一つで溶けるものさ。であなた好み清掃カレンをまとってまとって、イエイエイ、おとぎ話でも出てこないよ。そんなけなげな女、私の話に恋して、だからあなたは最後まで夢でも見てればいい。私のものにならないのに、どうしてまたお気に入りの服であなたを出迎えているの。バカみたいでも何もできなくても、愛する人との幸せな結末を待って。知った上で受け入れて納得してここにいると、そう思っているんでしょ。でも違うのか